1セット目の長いラリーの、23対23の勝負どころで得点をすることができましたが、その際どのような思いでプレーをされていましたか？私はこう点が取れないので、とにかく必死になってボールを上げて、あとはアタッカーに託そうという思いでやっていました。ありがとうございます。明日もホームゲームが続きます。ビクトリーナ姫路との対戦となりますが、意気込みを一言お願いいたします。前回フルセットで負けてしまっているので、とにかく勝つという強い気持ちを持って全員で戦っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、11番青柳京子選手からお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今回妹のホームゲームとなり、例年とは異なる無観客でのゲームでしたが、どのような思いで試合に臨まれましたか？リモートで、お客さんの声がない状態で試合ですけど、やっぱり画面を通して私たちのプレーを、熱が伝わるようなプレーをするように心がけています。ありがとうございます。今回の試合、スパイクブロックで得点をされていて、チームの勝利に貢献されている姿がとても印象的でした。特に今シーズン意識してこうプレーされていることっていうのはありますか？もともと私の強みは高いところからのアタックなんですけど、今シーズンは夏場にブロック面で力を入れてきたので、それを試合に出せるように頑張っています。ありがとうございます。最後に VTV をご覧の皆様に一言お願いいたします。本日は応援ありがとうございました。明日も試合が続くので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。